今ゼロにしようとしてるんですか、エナジーって大きいんじゃない、でかい、大きい、ああ、ああ素振りしてないから、これ素振りしてない、ああ、ああ、おー、それすごい、持ち玉持ち玉、おー、ほっぺた当たった、うわはい、今回はですね、皆さん、4人はい、クロート、ゴルフ界大変クロートお三方にお呼びしまして、まさかクラブメーカーでのゲーム中継をやりたいと思います僕は本気ですグローブいいっすか、ちょっと準備してもらおうと気合い入ってますね、グローブ、ちなみに何も聞かされてないから何も持ってきてないグローブですはい、今回このマリオゴルフスーパーラッシュ、最近出たばっかりです。そうなんですね、はい、僕あのちょこっとやりましたけど、はい、まあ僕もあんまり分かってないです、はいはい、ちなみにゴルフゲームとかやられますか。ゴルフゲームね、いや最近はあれですけど、昔はやろうね、はい、よくやりました、ね、あれですよね、それはね、ゴルフメーカー、クラブメーカーですよ、はい、クラブメーカーの人はそりゃゲームもねゲームもね、できないとね、一緒ですから、ね、感覚は。そうですね、そうですね、そうですね、最近の人は全然分かんない、こういうクラブ見て、ああなるほど、赤いヘッドいいねとか、そういうああそういう観点で、ね、これちょっと内角曲がってねえかとかこれは強すぎるじゃねえかとかゲーム上でこれでもあれだね、これこのクラブ某一流メーカーの、そうですね、それからね、そういうそれがカーボンクラブになってさもう早速やっていきますかね、はい、ちょっと言いますよ、グローブしてると聞いたら待ちなかじゃあ皆さん、はい、マリオゴルフスーパーラッシュスタートしたいと思いますはい、いきなりはい、これは説明するとね、なんか巨頭なんだよ、そうですね、まだお菓子も買ってきたんで、あー、ありがとうございます。で、今日はみんなで対戦したいと思います。はい、まあ、本当の理由を言うと、はい、まあ、山根さんがちょっと置いといて、はい、僕は明田さんにいつもゴルフの対決を申し込んで勝った試しがないんです。はい、ゲームぐらいは勝てるんだなるほど俺はちょっと明田さんにゲームでちょっとボコボコにしたのが、ああ、なるほどなるほど、普段の普通も、逆に山根さんこれでゲームで勝てば、はいはい、チーム戦ゲームでやれば、はい、できない、あ、本当ですか、じゃあちょっとそっちで、そして一度ゲームの意味がなさそうな黒沢さん、はい、一番マニアじゃない、ゲームの意味が一番マニア、そんなことないです、マジでやべえやべえ、一番疎いかなと思ったら一番得意分野だと思う、やったことないです、こういうゲームはないね、こういうゲームはないけど、普段はあの麻雀でこう勝ってくると、こう決めたりするダメね、そうそう、そっち系でしょ、ということで、じゃあまあとりあえず、あの黒の売ってんだ、あれはイメージじゃない、イメージだよ、うん、実際黒売ってんすか、売ってそうじゃない、これらの黒って売ってるんですか、最近のヤクルトのイメージのじゃあ作っちゃいますか作っちゃいますか、リモコンで作って、ホーテイのホーテイのか、これ売ってんの、これ売ってんのかな、売ってるっす、作っちゃいます、売ってるでこれこうカチッとはめるやつ、この初心者ポーズ、はい、3ホール、はい、ちょうど1回2本ですね、でこの辺なんかボタン押すとこうやって景色見えるんで、はい、このスティックでこうやって、はいはい、適当に何かボタン押してみてください、で打つときはさっき言ったように、はい、ここです、はい、こっち、はい、で素振りはこっちです、素振りは上、はい、はい、で、これと素振りっていう、ああ、なるほど、こういうふうに、はいはい、クラブの向きを合わせるのはどうするんですか、これでいいとかね、これで反応する、こうやって合わせない、ああ。で、ここにちゃんと構えたところにこうやって戻してもらうと曲がる、ああ、なるほどね、で、実際打ってみますよ、はい、
あ、うまっ。ちょっとスライス。スライスしてる。持ち玉だ。持ち玉。やっぱバカ。バカ。じゃあ山さん一回。ドロー。ドローだ。フックだ。あ、持ち玉だ。あ、これで当たるところも山根さんぽい。山根さんぽい。ということで、皆さん、はい、これから2ホールずつのトーナメント方式でやりましょう。はい、組み分け、はい、じゃんけんしましょうか。はい、グッドパー。グッパー。クロサトヤです。まあ僕のね、僕の目標としては池田さん倒すから決勝を。こっちです？いや池田さんの方が、いやここはここの因縁があるんで。そうそう。ここの勝負とここの勝負で勝った二人で決勝なんで、はい、まあ池田さんのところは上がってくる匂いがするから。そう、確かに。黒沢さんちょっとやべえ匂いする。いや。じゃあ山根さんと僕がやりますか。やります。はい。二人はやり方をそれで見てください。はい。おじいちゃん2人はね、わかりました。キャラクター選んで、キャラクターこれまずはこの直線上に吹き飛ばして、これ多分これなんか性能じゃないですか。なんかスペシャルショットがあるんですよ。爆弾周り吹き飛ばす、あれでしょ。いや、ヨッシーでしょ。ヨッシーっぽいね、顔が。ヨッシーっぽくない？相手ボールを卵に、これもゴルフじゃない。じゃあ俺ヨッシーでいきます。ヨッシー、ヨッシー。じゃあ、いや、僕なんだと思います。地味キャラ、氷の方。いや、シロさんマリオで。マリオな。じゃあ、ロンマリオで。で、じゃあコースちょっと難しくしましょう。僕、見たことないコースです。あ、じゃあいいです。難しいコースやんの。なんかいます、なんかいます。なんかいるっすね。じゃあ、とりあえず3ホールですけど、2ホール勝負。はい。T ポジションはレギュラー。レギュラーでいいんじゃないですか、とりあえず。レディス。難しいから。チャンピオンティ。難しい。チャンピオンティ。はい。風の強さ、最強。多分超大変です、これ。いきますよ。はい。さあ、始まりました。はい。じゃあまずは山根さんと僕の対決。はい。いきますよ。はい。で、ブッシュの横じゃん。ブッシュの横動いてるですね。はあ、はあ、まあ、この辺だ。狭いですね。いきますよ。はい。おー、それすごい。持ち玉、持ち玉。なんかいいよ、なんかいいよ。なんで大丈夫だ。なんでそんなストレートボール。しかも、つぶりなしですか。でも男は黙ってます。本番のスイングですよ。できます。お願いします。お願いします。ボールの番号いた。はい、そう。まっすぐだ。あ、やべ、向き変えてない。はい。いけ、越えろ、越えろ、越えろ。あ、ちゃう。おー、危ねえ。むきょ。とんでねえな、俺より。え、長くねえぞ。届かないですけど。チャンピオンって。はい、行きます。あ、いいね。うまいじゃん。いいね。いや、本当に山根さんよりうまいんじゃない？なんてこと言うんですか？うまいんじゃない？なんか、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 出たよ。出ちゃった。出ちゃったんですけど。何あれ？何で当たった？何あれ？先生は？何ある？はい。おー、よいしょ。ちょっと捕まえ気味で、さっき右に逃げて、あ、でかいんじゃない？これ。ちょっと、ちょいでかすね。あー、全然でかいよ。お前。あ、フォローだから。風。ああ、そこ、あ、そこにあるんだ。前乗った、28m パット。俺の遠いんかい。遠い。ちょっと待ってね。これ大事。これ大事なんですよ。何が言いようってるんですか。登って下る、はい、登ったの赤が下りなんで。あ、赤だな。ちょっと次に一回しいですか。はい、ここできる。あ、できる。あれ、また超難しいじゃん。あ、やべ、強い。満強じゃないですか。いけ。強いけど。いや、ちょっと。俺もちょうどいいじゃん。おー、うまい。ナイスバッター。まあまあ、皆さん、ここ、肩うまいから。え、待って、これ。それ、なんか、まだ外だからじゃない。そうだよ、乗ったと思ってんだよ。外だ、パターで。
ないでしょ。ざっくり。TK40 だから大丈夫。確かに。何やろ、よし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 、見て、おっ、ホームランだった。うわぁ、マジで何それ、当たらずに、当たらずにまたミラクルが起きてます。吉井監督のミラクルボール、ミラクルボール、すごいな、ミラクル当たらずに出た。怖いな、タップインだっけ、タップインだ、おっしょ、びっくりしたな、全然動かねえよ。1ホール目はイーブン、お互いパーパー、はい、スコアだね、マッチプレーじゃない、ああ、そうか、スコア、あ、はい、お、パー3長くないですか、273。最初に戻しますね、ちょっと設定するので少々お待ちください。